はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年10月の15日金曜日、現在時刻が17時29分です。週末を迎えております。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。まず今日の北部九州の天候ですが、今日は晴れ時々曇りという天気でございました。現在晴れ間が広がっております。気温の方ですけれども、最高気温が27度ということで、北部九州過ごしやすい一日でございました。現在のビーチの状況ですけど、波の高さが1メーターということで、限界などは穏やかでございます。それでは本日のマーケットを見ていきたいと思いますが、今日はですね、全般的にリスクオンのムードとなっております。仮想通貨市場、そして株式相場、そして為替ですね。今日はね、大きくね動いております。まず仮想通貨市場なんですけれども、ビットコインですね、現在の価格で言いますと、10時30分現在672万2000円とね、昨日と比べると 2.83% 上昇しております。今日はですね、ドルベースと言いますと、一時ね6万ドルをねつける場面もありました。ビットコインですけれども、ニュースが入ってきておりまして、先物のな ETF ですね、これがねいよいよ承認かということでですね、結構ビットコインの先物 ETF ですね、承認の現実味を帯びてきました。これはですね、ブルームバーグさんの方が報じているんですけれども、ブルームバーグは19日情報筋の見解として、米 SEC がビットコイン先物 ETF を承認する可能性があるとね報じました。これはね、まだ現時点では公式発表ではないんですけれども、こちらのねブルームバーグさんからの報道ということでですね、それによってですね、ビットコインですね、期待上げという感じでですね、大きくね上昇しております。このねブルームバーグさんの報道なんですけども、これはね、この問題に精通した人物の話であるということですね。今鳥がたくさん飛んでおりますね。これがですね、米証券取引委員会ですね、 SEC はすごいですね、鮮やかでございます。 SEC が米国で最初のビットコイン先物 ETF を承認する準備が整っているということをね報じたということでございます。鮮やかな鳥のグラデーションとなっておりますが、そしてですね、このブルームバーグさんの記事なんですけども、これ匿名の関係者ということなんですけども、規制当局が製品が来週取引が開始されるのは阻止するのは可能性は低いだろうということをね述べておりますね。この先物ですけれども、本当鮮やかですね、すごいですね。先物のこの ETF ですけれども、いよいよですね、この、まあ、承認は、ね、来週ですね、10月の18日というふうなことも言われておりますね。ここでですね、まず1つ目の結構ね高い確率でここで承認される可能性があるんじゃないかなということですね。今5つぐらいのね、承認待ちという状況なんですけれども、これまでですね、承認される確率がですね 75% と言われてきておりました。これがですね、今回のまたこのブルームバーグさんからの記事によりまして、この確率がねさらに高まったということでですね、いよいよ ETF ですね、ビットコイン先物 ETF 承認はもうカウントダウンなのかなという感じですね。これがまあ来週のですね18日ですね、ここでまず承認されるんではないかということですね。おそらく日本時間で言いますと19日とかになるんですかね、19日の朝とかそういう感じになるかもしれませんが、まずここでですね、1つ目の承認、まあ、この確率が 50% ぐらいだと言われているんですが、まあ、全体的にですね、今5つぐらい承認待ちの状況なんですけど、それもこれがですね、まあ、5つ合わせて 75% ぐらいの確率で、いずれかがね承認されるんではないかということなんですが、現段階ではこの 75% の確率がさらに高まっているという感じですね。それではですね、仮想通貨ですけれども、今日はですね、全般的に上げているんですけれども、ビットコインですね、現在17時34分現在671万2000円ということでね、 2.69% 上昇しております。ドルベースで言いますと5万8960ドルですね。一時6万ドルまでつけていたんですが、ここの段階に来て少しね落ちてはきておりますが、それでもですね高い位置でですね、取引されている感じでございます。そうですね、
その他ですね、イーサリアムですけれども42万9千円ということでですね、3.87% イーサリアムが上昇しています。イーサリアムはドルベースで言いますと3797ドルということですね。イーサリアム大きく上げてきましたね。一時高いところでは680万円とかまで行ったんですかね、その価格まで上昇いたしました。ちょっとね今のところこの17時35分現在少し垂れてきているんですが、まだまだですね、期待感があるということと、実際にこの ビットコイン ETF ですね、これがね、申請されたらどうなるかというところ、そこでですね今ね、綱引き状態だと思うんですけども、まあひとまずですね、とりあえずビットコインで考えられる大きなニュースがこのさっき ETF なんですけども、この ETF が申請されたということは、その後ですね、まあ、しばらくは、そこまで大きなニュースはないということでですね、一旦もしかしたらですね、申請された後ですね、売られる可能性も十分あるということで、今、まあ、そういう感じもあってですね、申請の期待で上昇しているところ、そして一旦この申請されたらここで売られる可能性もある。もちろんですね、上昇していく可能性もあるんですけれども、まあ、両方ね、一応シナリオを、ね、考えていた方がいいんではないかなと思いますね。まあ、ただですね、いずれにしても ETF が申請されることによって将来的にはですね、お金がもっともっと入りやすくなるということもありますので、将来的にはですね、ここのまあ短期の上下は、ね、あるとは思いますが、まあ、将来的にはやっぱりですね、上目線でいいんではないかなと捉えております。その他の通貨ですけれども、今日はですね、アルトコインの方ですけれども、アルトコインはちょっと若干弱い銘柄もあるかなというところで、そうですね、バイナンスコインは 52,383円と 4% ね、バイナンスコインが下がっておりますし、カルダノエダは247円と 0.2% 下落しておりますね。でリップルは127円とリップルもね 0.78% 下落ということですね。でソラーナは 18,674 円で、まあ、ソラーナは、ね、8% 上昇しております。でポルカドットですね、ポルカドットは4608円と 2.96% 下落しておりますし、ドージコインは26円で、ね、3.87% 下落ということで、アルトコインは、ね、弱い銘柄が多いですね。イーサリアムに関しましてはアルトコインの中でも 4% 上昇しているんですが、まあ、その他の、ね、主要通貨は結構、ね、下落しているかなというところですね。で国内の取引所で扱っている仮想通貨ですけれども、アルトコインですけれども、そうですね、今日はですね、リスクが 4% 下落しておりますしね、373円で、ネムもね19円と 3.4% 下落となっております。ステラルーメンも40円と 5.22% 下落ですね。まあ、ステラルーメンは直近で大きく上げておりましたので、まあ、下落も致し方がないかなというところでありますが、でクアンタムは1437円と 4.04% で、ね、クアンタムも下落しております。で BAT も、ね、77円と 3.67% 下落となっておりますし、 IOST も、ね、5.8 円と 5.73% 下落ですね。お店号も OMG も1571円と 6.27% 下落、大きくなっておりますね。パレットトークンは56円と、ね、40% 上昇しております。パレットトークンは大きく上昇しておりますね。パレットトークンは、この仮想通貨市場が大きく盛り上がって上昇している中で逆に下がっていたので、今日はですね、反対の動きとなって、今日は、ね、逆行高、アルトコインの中で逆行高となって 40% と、ね、凄まじい上昇を、ね、パレットトークンしておりますが、ただですね、まあ、総じて、ビットコインが今ね、本当上値、史上最高値トライの位置につけてますね。ビットコイン、イーサリアム史上最高値トライの位置につけておりますね。でちょっとね、昨日ぐらいアルトコイン、昨日とたぐらいアルトコインに資金が流れていたんですが、今日はやっぱりですね、やっぱりビットコインの方にね、またお金が戻ってるかなという感じですね。まあ、アルトコインの方が下落、まあ、特にですね、今日は国内で銘柄でいきますと、ステラルーメンであったり、クアンタムであったり、 IOST であったり、お店号であったりね、結構 5% リスクであったりね、 5% ぐらい下がっておりますので、そうですね、ちょっとお金の動きがですね、今ビットコインの ETF の期待というか、もうかなりの確率で申請されるんではないかというね、まあ、結構確証に似たような感じで上がってきているというところがありますので、
再びビットコインの上ですね、アルトコインからお金がまた戻ってきているかなという感じですね。一旦ここでですね、ビットコインの ETF 先物が申請された後ですね、ビットコインがここで一旦材料で尽くしになって、今度お金の流れがアルトコインに移ってくるという可能性も十分あります。まあ、しかしアルトコインの方もビットコインが下がると下がるということもありますので、まだまだここら辺はね、先が読むのは難しい感じですので、まあ一旦ですね申請され、まあ、今月のね動きを見てですね、18日に早ければ結果が出ると思いますので、そこの動きを見てですね、まあ安全に投資された方がいいんではないかなと思いますね。それではですね、今日は他のマーケットを見ていきますが、株式相場ですね、今日はね株式相場もねすごく強いんですね、上昇ですね。ニューヨーク、昨夜のニューヨークダウですけども534ドル高で、今日の日経平均株価も517円高とですね、株式相場はね大きくね値を上げています。昨夜のアメリカ株式市場ですけども、ニューヨークダウは534ドル高34,896ドルと 1.56% 上昇いたしました。51ポイント上がりまして 14,823 ポイント、 1.73% 上昇ということで、昨夜のアメリカ株式市場ですけどもね大きくね上昇いたしましたね。いよいよですねアメリカの方でですね、あの企業の決算がね始まっておりまして、今銀行を中心にですね決算が行われているんですけど、まあね、あの企業の好決算がね相次いでるというところでですね、アメリカ株式市場はね上昇しておりますね。市場ね予想を上回る主要企業の決算発表がね相次いでいるということで、投資家心理がね改善しているということですね。そしてですね、朝方発表されました米経済指標を受けて、過度なインフレや景気減速への懸念が後退したこともね株式の買い安心化につながっているということですね。まあ昨日のアメリカ株式市場ですけども、まあ、相対的にですね、値上がりしておりますね。景気敏感株もハイテク株もね上昇しておりますので、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数もね大きくね上昇いたしました。まあ、特にですねガーファムですね、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフトですけども、ここら辺のね主要のね銘柄もですね上昇、結構ね 2% ぐらい上昇しておりますのでね、好調な感じですね。あとテスラですね、電気自動車テスラもですねここのところ強い上昇を見せておりまして、800ドルを今超えている状況となっておりますのでね、テスラに関するあの期待度というのはですねかなり高いですね。まあ、単なる電気自動車メーカーではないということでですね、テスラ、イーロン・マスク氏、テスラですよ、テスラ自動車ですけども、テスラモータースですけどもね、かなり強い動きをね見せております。それでは本日のそれを受けました東京株式市場、日経平均株価ですが517円高ですね、2万9000円乗ってきました。日経平均株価ね 1.81% 上昇です。トピックスも 36.96 ポイント上がりまして 2024ポイント、 1.86% 上昇ですね。トピックスも2000ポイント回復でございます。今日の東京株式市場ですけれども、約2週間ぶりの、ね、高値となりました。まあ、これはねアメリカの株式市場がね上昇しているというところ、で東京市場も、まあね、リスクを取りやすい状況となっているというところですね。また為替どうなんですけども、為替がですね現在ね進んでるんですね。10時43分現在ドル円ですも114円に行ってきました。114円なんですね。かなりね上昇していますね。 0.46% ねドル高となっていますね。ドルが買われている状況です。114円台です。そういうこともあってですね、まあ、東京株式市場の日経平均株価はね、まあ、輸出関連銘柄がね日本の企業多いですので、まあ、そういうことをね、ドル高を背景、円安を背景にですね、輸出関連銘柄に買いが入っているということですね。これがですね、110円台というのが2年11ヶ月ぶりというね円安水準、円安ドル高水準ということですね。でまたですね、今日はねアジアの方もね株式相場ね上昇しておりました。それでねアジアの香港や上海などが上昇しているというところでね、日本株のね安心感が広がっているということですね。でまたあと、ウイルスですね、ウイルスの感染がですねこれがねかなりね大幅に減少しているというところで、経済の、ね、活動の、ね、再開の期待感というところもありますね。
今日は東証一部ですけれども値上がりが、ね、1989と、ね、全体の9割が値上がりとしました。値下がりは155銘柄だったということでほぼ、ね、全面高の、ね、展開となりました。このようにです、ね、株式相場堅調に、ね、推移しておりますし仮想通貨市場も、ね、ビットコインを中心に、ね、上昇しております。で為替の方も、ね、ドルが買われているということで、ね、ドルがドル高になっているということで今マーケット、ね、大きく動いておりますね。あとアメリカの10年債国債長期金利ですけどもこちらのは、ね、下落してきておりまして 1.53% と 1.5% の、ね、前半まで、ね落ちてきております。まあ、こういうこともありまして今、ねリスクオンになりやすい状況かなというふうな感じとなっております。それが、ね、今日現在入ってきているマーケットの、ね、情報ですね。今日の、ね、東京 の, 感染者数ですけども57人ということで7日連続100人を下回っているということですね。今日は、ね、そういう感じですね。であとエネルギー関連で原油ですね。原油が、まあ、上昇してるんですけども、まあ、今85ドル台ということでね一旦昨日あたり下がる場面もあったんですがまた今日ちょっと上昇してきてるかなというところがありますね。あと岸田政権内閣の支持率ですけども現在ね 40.3% ということでね、ちょっとこちらの岸田政権の支持率は低い状況となっておりますね。そうですね現在入ってきてるのはそういう感じですね。まあ、今ね本当マーケットリスクオン状態が続いておりますのでまた今夜の、ね、アメリカ株式市場にもね期待感高まりますし仮想通貨市場ですね今大いに盛り上がっておりまして出来高もね大きくなっております。まあ、ビットコインがいよいよですね史上最高値更新になるのかというところと先物ビットコイン先物 ETF ですね。これが結構現実味を帯びてきているというところで今後の、ね、値動きはね、要注目だと思います。はい以上本日は2021年10月の15日金曜日金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。今ちょうど10時46分ですけども北部九州は日没となっておりますので、現在マジックアワーが楽しめるかと思いますね。空の色オレンジがかっておりますね。オレンジがかった空の色でございます。まあ、簡単にちょっとライト消してみましょうかね。少しだけライトつけておりますが、こういう状態でございます。綺麗ですね海の色と、ね、空の色でここのね、夕日のオレンジ色鮮やかでございます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。